はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、第10回、更新すべきか、悩むカード対象ということで、この企画、第10回になっちゃいましたけれども、はい。相変わらずね、リクエストいただきまして、ありがとうございます。ただね、これを紹介するとリクエストなくなっちゃうんで、僕の勝手に選んだ選手を紹介していくコーナーになっちゃうんですけれども、まあ、それでもよかったらね、次回からもぜひね、ご覧になっていただければと思います。まあ、もしね、あの、取り上げてほしい選手、あの、見てる方でいらっしゃいましたら、今、言っていただければ、 すぐ11回に乗る可能性が高いので、よかったらリクエスト、ぜひ、なんか気になる選手いたら、あの、お願いします。で、よかったらね、あの、毎日こういった動画を上げてますので、よかったらチャンネル登録、高評価も一緒にしていただければ嬉しいです。ということで、じゃあやっていきたいと思うんですが、今日ね、サムネね、あの、3人選ばせていただいたんですが、山口蛍選手と、えー、前宏之選手と、えー、ファーマデルカド選手です。この3人でやっていきたいと思います。 で早速1人目はこの方です、山口蛍選手です。山口蛍選手は結構使ってる人は見ますね、うん、見ますで。結構カードによってねタイプが違ったりとかするんで、まあ、結構3スキルになったらね面白い選手かなというところで、今年レギュラーがまずすでに出てまして、今後ね限定出た時にどういう感じで出るのかっていうのはすごく楽しみな選手の1人だと思います。 でねただ、それが故にね、結構どっちで使おうかなっていう悩みがね出やすい選手でもあるので、まあ、特に中盤の選手というのはね、こういう選手多いので、まあ、気持ちすごくわかります。でただね、まあ、山口蛍選手の強みとかを理解して、えー、ちゃんと組んであげれば、まあそれなりに、あのー、更新するときに悩まなくて済むパターンというのは結構多いので、そこを気をつけていただければなと思います。じゃあ、まず1枚目、この角と比べましょうか。 まあ、スターターが、ね、出てましたので、ちょっとスターター持ってきたんですが、このスターター結構優秀でして、レギュラーよりも正直、ね、優秀な部類に入るんじゃないかなと思ってます。まあ、ただちょっと注意事項がありましてですね。 まあ、スキル構成的にはパーフェクトスティールハードタックルでボナセンがパワー20パアップということで、まあ、悪くないんですよね。うん、中盤のボランチとかで使うんだったら結構スキル構成的には向いてるんですが、ただね、ちょっと心配の部分がありましてですね、パーフェクトスティール自体がちょっとディフェンス値がね、そもそも768しかないということで、これね、意外と枯れなかったりするんですよね。てか枯れない可能性の方が高いんじゃないかなというところで、あの、使う条件があってですね、あの、例えばスキル強化つけたりとか、 そのディフェンス値をちょっと高くしてね、センスでできたりとか、そういうことをしないと、このまま使うだけでは強さを発揮できないかなと思います。だからそういうところを含めて、まあ、スターター推奨かなっていう。まあ、そこが逆についてなかったら、レギュラーの方がなんなら強いかもしれないですね。だからまあ、そこのセンスしっかりつけて使いたいところですね。使うとしたらね。うん。じゃ2枚目。このカードですね。去年のえ後半レギュラーですね。 これピンタクとキラーパスなんですけど、まあどうかなっていうところで、まあ違いがあるとしたらピンポイントタック一緒なんで、あとはまあシュート系持ってるかパス系持ってるかみたいな話になってくるんですけれども、うーんまあ正直ボランチなら22レギュラーでいいと思うんですけど、それ以外なら後半レギュラーの方がいいかな、21後半の方がね。まあなぜならやっぱ、うん、ボランチや 新しい方が向いてるかな、ピンタクもあるし、フィードもあるし、みたいな、そんな感じでちょっと向いてるかなって感じするので、まあ、ただちょっとドライブシュートはちょっとお飾りになっちゃうんですけどね、うんまあ、そこは気にせずボランチで使うならレギュラーかな、でそれ以外ならね、キラーパス結構活かせるような、えー、山口蛍選手の方が強いと思うので、えー、後半レギュラーを推奨させていただきます。正直ね、オフェチが高くないシュートスキルっていうのはあんまり魅力が正直ないので、まあ、キラーパスの方が。 そういうポジションで使うなら活躍はするという評価です。で、もう一枚。<laughs> もう一枚です。はい、去年の前半のレギュラーですね。21前半レギュラーです。で、これ22レギュラーの方が強いです。やっぱタックルスキルないのはね、ちょっと厳しいということで、こちらはそういう評価になってます。で、これね、紹介するか迷ったんですけど、実は山口蛍選手、20レギュラーが一番強い説ね。<laughs> これ結構みんな使ってたんですよね。まあそのまま使い続けてる人もいると思うんですけど、実はそれが一番強い説あります。はい 僕的にはこの説正しいと思いますので。まあ実際山口蛍選手更新迷ったら、まあレギュラーとかで迷うんだったら、僕は20レギュラーそのまま残しとこうが強いんじゃないかなと正直思います。では1人目、山口蛍選手でした。はい、2人目なんですが、アビスバ福岡前広之選手です。はい、我らがキャプテンなんですけれども、3スキルでね、結構出てきたことによって、こちらも同じく幅が出てきましたね。今回はスティールとタックル、まぁ、あ、C スキルなんですけどタックル持ってて、A でパーフェクトスティール。 で、B でピンポイントフィードっていう。組み合わせ悪くないですよね。うーん。で、まあ、ボナスンもディフェンスということで、まあ、結構いいんじゃないでしょうかというところで、えー、まあ、このカードも結構いいんですが、他のね、限定がもう2種スターター入れて出てるので、まあ、そことちょっと比べてみようかなと思います。まあ、正直、過去作のレギュラーとかやったら、これが一番いいと思います。21レギュラーとか、とか、更新悩んでるんだったら、まあ、正直、こっちの方がいいかなっていうところを先にちょっと言っときます。 じゃあ最初にこちらと比べます。スターターです。まあ、スターターよりは22レギュラーがいいですね。まあ、これも先ほどの山口蛍選手と一緒なんですけど、タックルがないのはやっぱきついですね。うんボナー戦はディフェンスでいいんですけど、まあ、スキルがやっぱね、あの第一なんで <laughs>、はい、もうここの時点でちょっと22レギュラー推奨ってなっちゃいます。次。 えー、プレイのね、22、まあ、今年のね、93グレードで出てまして、まあ、こちら、クラちゃんならプレイメーカーかな、さすがに。<laughs> だリーグなら22レギュラーの方が強いと思います。で、あとは、まあそうですね、まあ、決め手となるとしたら、まあ、やっぱピンポイントタックル持ちだし、まあこっちハードタックルあるんですけど、ピンタックとやっぱスティールもあるということで、あ、ピンタックじゃない、タックルとスティールね。 あの、パイクとスティールとタックルですね、シの。それがある、まあ、レギュラーの方が、リーグは向いてるかなって感じがします。だらクラちゃんだったら、まあ、ボナス EP だし、レールパス、裏30%乗るし、ということで、稼ぐのはこっちだと思います。はい。ということで、二人目、前広之選手でした。じゃ三人目、えー、同じくアビスパ福岡のファーマ・デルカード選手です。ファーマー選手ね、うん、今シーズンまだ登場ないんですけど、 昨年はね、結構、ジョーカーでいい限定出てたりとかしてたんで、そことちょっと比べていこうかなと思います。で、ちなみに持ってきたのは去年のレギュラーの、えー、後半シーズンをちょっと熟に考えていきたいと思います。まあ、こちらもね、ミドルレンジスナイプとボレーということで、組み合わせ悪くないので、これとどうかというところが見物です。はい。じゃあ最初に去年のレギュラーの最初の分と比較していきますと、まあ、後半の方推奨かなって感じがしますね。こっち向かい点あるんで、まあ強、まあ弱くはないですけど、 ただまあ組み合わせがちょっとヘッドというのはちょっときついしボーナー戦もちょっとテクニックはちょっとねテクニック値はそんなに必要ないというところがありますね正直今の環境的にはやっぱボレーも強いしミドルレンジも結構役には立つんでねうんやっぱ去年の後半の方がいいかなって感じはしちゃいますまあほんと無回転マニアの人はこれね無回転だけ取って無回転を使うという意味でまあこっちでもいいんですけどまあ多分総合的に見たら、えー、後半沈むの方が強いと思います 続きまして、えー、去年のジョーカー2021。まあ、これはジョーカー推奨ですね。まあ、さすがにちょっと異次元 <laughs>、ちょっと無回転と異次元、まあ、ほぼ変わんないみたいな感じに見えますけども、まあ、やっぱ異次元シュートはやっぱ強いです。うん。スキル発動もいいしね、いいしね相変わらずね。で、まあ、トリックシュートの組み合わせとしても悪くないんですよね。トリックシュートも結構強いんで、うん、結構もう生粋のストライカーって感じがする、こっちの方がやっぱ強いかなっていう。 感じはしますでクラチャンもボナーセン EP ね、50パープラスある、こっちの方が全然いいかなっていうイメージがあったので、まあ、どちらも浄化、えー、推奨とさせていただきます。まあ、今年ね、これを超える限定が出てくるのを個人的には期待してるんですが、まあどうかな、ちょっと福岡のフォワード激戦区だからなっていうところが正直あるので、もしかしたらこれは超えれない可能性もな気にしもあらずか,らずかなという印象です。はい。ということで、えー、3人目、ファーマ・デルカド選手でした。えー、では。 3人紹介終わりましたので以上となります、まあ、どうでしたかまあねアビスパ福岡推しの僕としては今日やってて面白かったんですけど、うんまあんまりでもひいきしてる感覚は出したくないので別になんかそのひいしてるわけじゃないですけど、まあ、やっぱねじ、まあ、やっぱ自分の応援してるチームの選手を見ると、まあ、テンションが上がるのは皆さんも一緒だと思うんで、まあ、皆さんもね、はい、もし自己分析とか好きなら自分のチームのカードじっくり過去カードとか見てみて比べてみるのも面白いんじゃないかなと思います ということで、じゃあ今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。